皆さんこんにちは。再発させないを目指す歯科医師の秋元です。インタビュアーの井原です。はい、今日はですね、こんな患者さんがいたんですけど、それはどうなのかっていうことに対して関してお話ししようと思うんですけど、どういうことがあったかっていうと、ここの治療は、秋元先生にやってもらいたいけど、この治療内容は、近くの歯医者さんでやってもいいかっていうお話というかご提案だったんですね。で、それが、いいことなのか、あまりお勧めできないことなのかっていうことに、ついてなんですが、基本的には僕は、そういったのはお勧めしてないんですね。で、なぜかっていうと、これ実際にアメリカとかでは、専門医制度がすごく細分化されて確立されてるんで、例えば、虫歯の治療はここの先生でやってもらってください、歯の根っこの治療はこの先生、歯周病の治療はこの先生っていう感じで、いろんなドクターが絡ん治療に加わってくるっていうことは実際にあるんです、アメリカとかでは。 でもそれってちゃんとしたかかりつけの先生がいて、ホームドクターがいて、でその人がちゃんと、いわゆる指揮者として、全体をコントロールしながら、じゃあ次はこの先生、じゃあ次はこの先生っていう風な形で割り振る形で、その核になるドクターがいて、複数のドクターが絡まるっていうのは、いいことだと思うんですね。でただ、患者さんの自己判断で、どういう基準で選んでるかはちょっとわからないんですけど、ここの治療はこの先生、この治療はこの先生にやってもらいたいっていうのは、場合によってはですね、それ全然問題ないことも多々あると思うんですけど、場合によってはその A という先生と B という先生 の、 治療の方針とかですね、コンセプトが違ったりすると、同じ一つの口の中に複数のコンセプトの治療が介在するっていうのは、どっちつかずというかですね、かえって、悪い方向にトラブルの元になる可能性があるんで、なので受けるんであれば、一つのクリニックのところで、ちゃんとした、一つのコンセプトにのっとって、治療方針にのっとってやっていくっていうのが、安全なのかなというのが、まず大前提としてあるんですよ。でただ私もですね、全部は自分一人で治療してるわけじゃなくて、例えば歯列矯正の難しいケースだったりとか、親知らずの抜歯とかですね、っていう、これはいわゆる口腔外科ですねという、専門性が高い、分野というのもありますし、私も自分の、技量のというのも、ある程度もちろん把握しながらやってますから、自分の技量を超える特に専門性が高い分野に関しては、私の信頼できるドクターを紹介しますという形で、ある意味、私が指揮者として治療全体をコントロールしながら、この先生この先生っていうのはありだと思うんですよ。でそれは、患者さんの状態をきちんと把握しているので、それができるんですけども、患者さんが、勝手な自己判断で、ドクターショッピングするみたいな感じで、あっちの先生こっちの先生っていうのは、あまり、良くない結果になるんじゃないかなとは思うんですよね。でもちろん現実問題として、うちのクリニックの場合全部が保険診療が適用ではないので、この、小さい虫歯に関しては、そこまで、費用かけないで保険診療でも、十分ですよっていうのは、じゃあ、ここはお近くの、先生に直してもらっても大丈夫ですと、もちろんうちでやっても結構ですけどもっていう感じで、やることも、あるんですよね。でもどうなんでしょうね、患者さんの、一患者さんの、心理として、いくつかのドクターにかかってみたいとか、なんか見てみたいっていう要望であったりするんですか？そうです、行ってしまったそのクリニックを気に入ってしまえばというか、気に入らなかったら違う先生がいいなとはなると思うんですけど、一回行って、私ここのクリニック合ってるわとなったら、私は結構通い詰めちゃうタイプですね、一つのクリニックに。過去にあったのは、行って、なんかこの先生嫌だなって思って本当にもう1回だけ行って違うクリニックに変えたことも2回あります。あ、そうですね、はい、もちろんそれは全然ありだと思うんですよね。やっぱりね、自分の口の中を、もうお任せするっていうので結構一大決心だと思うので、なんか違うなとか、なんかちょっと納得できないなとかっていうことがあれば、要望を伝えて、解決できる問題であれば、それはそれでいいですし、
まあ、それこそなんか人間的にとかね、あのなんかそれが合わないなとかっていうことがあれば、下手にね、なんかいろいろ治療を進めちゃってから、あの他のところ行くよりは、もう最初からね、まあ、他の先生の話も聞いてみてっていう形で、まあ、いわゆる、ね、セカンドオピニオンとか、まあ、サードオピニオンみたいな形でいろんな先生の話を聞いてみて、あの、まあ、話も納得できるし、まあ、人間的にも性格的にもこの先生とはそれが合いそうだなっていう方に、まあ、基本的に全て任せるっていう形の方がおそらく最終的にいい形で仕上がることが、まあ、多いと思うんですよね。まあ、なので、結論としてはですね、あの、まあ、核になるコアになる先生がいて、でその先生が、まあ、指揮を取って、その上で、この分野はこの先生に任せた方がいいっていうことがあればですね、複数のドクターが治療に関わるっていうのは、まあ、全然 OK なんですけども、ただ患者さんの自己判断で、中途半端にですね、ここはこの先生、この治療はこの先生っていうのは、まあ、ドクターの立場としてはあまりお勧めできないという結論です。今日は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございます。